ゾイドインフィニティ EX プラス、ゾイドインフィニティは2004年に稼働開始した宝富の玩具、ゾイドを題材にした日本の対戦アクションアーケードゲームである。企画開発は対等及び省エイ車。ゾイド初となる ID カードを使用した対戦アーケードゲーム。ゾイド VS シリーズとは異なる一音一基本となり、バトルポイントを貯め、階級を上げて、 乗り換え用アイテムを手に入れ上位機種に乗り換える。自分の所属する国家は、ヘリック共和国、ガイロス帝国、ネオゼネバス帝国の3つから選ぶ。バージョンアップ版として、ゾイドインフィニティ EX を経て、2006年夏から、ゾイドインフィニティ EX プラスが稼働している。家庭用ゲーム機向け移植版として2005年2月に、プレイステーション2で、ゾイドインフィニティフューザーズ、 2006年春に XBOX360 版として ZOID Infinity イイ X Neo が発売されている。なお、TV ゲーム版では、その他のシリーズに登場した ZOID がいくつか新たに追加されており、さらにアーケード版とは一部の ZOID の入手条件が異なるものもある。ストーリーとシステムは機種によって微妙に違いがあり、フューザーズはアーケード版のシナリオモードだけでなく、 独自のシナリオモードが収録されていて、さらにサバイバルモードやハンティングモードなど独自のモードも導入されているが EX のよアーケード版の完全移植ということで Xbox Live 機能を用いた通信対戦モードのみになっている。アーケード版は2010年4月1日をもってネットワークサービスを終了した。一般的に2台のコクピット型筐体と カード販売とカードの情報をメンテナンスする端末のセットで設置されている。操作はツインスティック式のもので左右どちらかのレバーを倒した方に移動、ブーストボタンを押しながらレバーを倒すとダッシュ両方同時に倒すとその方向へステップをする。武装はスロット1、4に装備されているものは右のレバーのボタン2、5に装備されているものは 左のボタンを3に装備されているものは同時押しで使用する。このスロットは左右同時押しで切り替えることができる。また、左右スロット同時押しレバーを左右反対方向に倒すとそのゾイドの必殺技が使える。継続してプレイする場合、端末で専用カードを購入し、そのカードにゲームの進行状態、所有、ゾイド、 および装備品などを記録することで所有ゾイドをカスタマイズし使用することができる。時期カードには使用期限が決められており、使用期限が過ぎた場合は、新しいカードにデータを引き継ぐ必要がある。また、最後にカードを使用した日から60日経過すると、カードの情報自体が無効となり、更新も不可能となるので注意が必要である。また、専用カードの情報を ゾイド、INF、ネットのゾイドベースで登録することで、パソコン向けサイト、携帯電話コンテンツとの連動も可能となっている。ヘリック共和国とゼネバス帝国とが最終決戦を行い、さらにガイロス帝国によって、ゼネバス帝国が滅亡した、中央大陸西北方の二カイドス島が舞台である。そこに、軍の任務でやってきた、主人公と戦友のチャクトが古代ゾイド人である。 少女カノンと出会い、島で危険な研究を進めるザルカの野望を阻止すると、いうのが大まかなストーリーとなっている。時代的には、中央大陸で、ヘリック共和国とネオゼネバス帝国が戦っていた、頃と推測される。ゾイド・インフィニティ・フューザーズオリジナルのストーリーモードは、アニメ、ゾイド・フューザーズの世界観に合わせたストーリーに変更されており、主に GC ゲーム、ゾイド VS。 3および GBA ゲーム、ゾイドサガフザースの設定やキャラクターがいくつか逆輸入されている。アルマがアローにはとてもお世話になったと述べていることから、ゾイド VS3 の後の物語となっている。一方で、XBOX360 版のゾイドインフィニティ X ネオは、再び三国間の戦争を描いたアーケード版のストーリーと同じ展開にされている。他にも、 ノーマルモードおよびキャラクターモードでは他のアニメシリーズやゲームシリーズに登場したキャラクターが直気パイロットとして選択できたりあるいは NPC の対戦相手として出現するシナリオモードでは基本的にゲームオリジナルキャラたちとの対戦になるが中にはバトルストーリーに出てきたゾイドパイロットが名前のみで登場することもある最初から選択可能アイテム取得で追加 順位以上で選択可能、アイテム取得で追加、詳細以上で選択可能、アイテム取得で追加、順勝以上で選択可能、ありがとうございます。